パリーグの5月チーム得点数1球団だけおかしい。日ハム97点、ソフトバンク92点、ロッテ86点、楽天78点、オリックス75点、西武56点。西武ダントツで低いやん。ソフトバンクが1位やろなって思ってたけど、日ハムが1位なの意外すぎるわ。西武は5月ほんと苦しかったけど、オリックスよりは勝ってるんだよ。西武さんは打線がね、外崎元太もいまいちだしきっついわ。西武の代打とか誰がいるのってレベルよな。交流戦はピッチャーに代打使うけど、ピッチャーとあんま変わらん気がするわ。助っ人が機能しないの痛いね。ソフトバンクはの33点引いたら大したことなくて草。まあここ最近はひんだ気味だしね。ここから主力離脱となれば6月はもっと厳しい戦いになりそうだわ。日ハム1位とかマジかよ。そんな打ってた気はないけど、大かって言ったらあの西武戦とかかな。日ハムって今打線で言うと誰がいるんや。ソフトバンクと比べて打線強いイメージない。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。